お笑いタレントの土田晃之が13日、関西テレビ、ライブコネクトに出演し、週刊文春との裁判に向け、活動休止を発表したダウンタウンの松本人志についてコメントしました。意見を求められた土田は、僕は記事、一切読んでないんですけど、これは性行為を強要された、してないってことで揉めてるんですか?と逆質問し、MC の石井亮次が概ね同意すると、土田はなんかそれって、女性側も男性側もというか松本さん側も被害を被ってるのに?結局、週刊誌だけがお金儲かってて、すごいなっていうのだけ、気になってますけど、正義の名のもとにということでやってるんでしょうけどと語りました。今後騒動は法廷で白黒つけることになりそうですが、土田は裁判にしてくれないと、僕らこういうところでもコメントしようがないですよね。何もわからないちゃわからないと私見を述べました。